はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、お金持ちになる方法、人を応援するという話をします。この動画を見るとですね、下記のようなことがわかります。お金持ちの方はですね、人を応援するということがわかります。またですね、お金持ちの方は人から応援されるということもわかります。では行きましょう。では今日もですが、まずは質問です。あなたはですね、人は会話の中で何パーセントくらい自分のことを話していると思いますか？少し考えてみてください。人はですね、自分のことを話したいんですね。あなたがですね、例えば野球の試合を見に行ったら、この前試合を見に行ったんだよ、何々選手がホームラン打ったんだよとかですね、こうやって楽しいことを共有したいですよね。またですね、もしですね、あなたがマイホームを買ったなら、念願のマイホームを買ったんだ、見に来てくれ、泊まりに来てくれ、家に遊びに来てくれって、いっぱいいっぱいそういう自分が楽しかったこと、嬉しかったことっていうのを話したいですよね。で、それを聞いてる人っていうものは、ああ、よかったじゃん、すごいね、おめでとう、やったね、家に遊びに行くよとかですね、いろいろそうやってレスポンスをくれると思うんですけれど、ずっとずっとですね、その話が続くと、やはりですね、人っていうものはですね、うんざりしてくるんですね。で、これはもう当たり前のことなんですね。なぜかというと、人はですね、やっぱり自分の話をしたいんです。自分の話をして人に影響を与えたいっていう、そういう欲求があるからなんですね。ですからこれは当たり前のことなんです。で、これがですね、顕著に現れるのが夢の話をした時なんですね。例えばですね、あなたの友人が夢を話していたとします。どういう夢かというと、俺の夢はですね、好きな IT 業界で起業して人の役に立つことなんだ、こういう夢を持ってるんだってしたとします。しかしですね、こういう夢を話すとですね、人はですね、2パターンの反応を示すと言われています。一つはですね、甘いことを言うな、絶対に無理だとかですね、そう言って攻撃する人。そしてもう一方はですね、ふーん、頑張ってねってですね、全く興味のないような反応を示す人っていうものがいます。つまり、人っていうものはですね、誰かの夢をですね、聞いたりするとですね、もう否定したりですね、興味がないっていう反応を示すことになります。そしてそういう反応を見た夢を語った人っていうものは、そうだよな、やっぱり無理だよな、諦めようって言ってテンションがどんどん下がっていって夢から遠ざかっていくっていう現実があるんです。一方ですね、こういう人がいたらどうでしょうか。あなたがですね、夢を語っていた時にですね、すごい応援してる、なんかヘルプができないかなとかですね、その夢は素晴らしいね、事業プランの話を聞かせてくれよ、そして一緒に考えようとかですね、こうやって言ってくれる方がいたらどうでしょうか。つまり、あなたの夢をですね、応援してくれる方が出てきたらどうでしょうか。そうするとですね、あなたはですね、ものすごくテンション上がりますよね。聞いてくれてありがとうって思いますよね。それだけでなくて、あなたもですね、何かそうやって人を応援する人のために何か役に立ちたいなって思うようになりますよね。で、ここで考えてほしいことがあります。こうやってですね、あなたの夢を応援する人っていうものは、実はあなた以外の人にもたくさんのたくさんの人を応援してくれてるんですね。つまり、あなたの夢を応援する人っていうものは、みんなのですね、夢を応援する人なんです。たくさんの人のですね、夢を応援する人なんですね。で、こうやってですね、夢を応援された人っていうものは、あなたと同じようにですね、あの人のために何か力になれないかなって考えるようになるんですね。つまり、あなたのですね、夢を応援してくれる人の周りには、他にもですね、応援したいっていう人がたくさんたくさん集まってくることになるんです。そしてですね、僕の動画で何回も話しているんですけれど、お金持ちの人っていうものは、人がどんどん集まってくるんですね。ですから、夢を応援する人っていうものはお金持ちになるんですね。人の夢を応援するっていうものはですね、とてもとても大切なことになります。なぜかというとですね、ほとんどの人っていうものは、もう自分の話をしたいしですね、他人のこととか他人の夢には全く興味がないんですね。しかし、その中にですね、
あなたの夢を応援したりですね、あなたがやっていることを応援する人がいたらどうでしょうか。そうするとものすごくあなたは嬉しいですよね。その人と一緒にいると居心地がいいですよね。だからそうやって人を応援する人の周りにはですね、どん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 そうやって人が集まってくるんです。そしてこうやってですね、応援する人の周りに集まってきた人っていうものは、その人のことを信頼していますし、何かですね、応援したくなる、ヘルプしたくなりますよね。で、こうやってですね、いろいろな人の力を借りたりですね、いろいろな人から信頼を得て、応援する人っていうものはお金持ちになっていくんですね。ですから、人を応援するとですね、こうやって人が集まってどんどん信頼をされて、しかもヘルプを受けやすくなるので、お金持ちになっていくんです。ぜひですね、あなたもですね、今人が何をしたいのかなっていうものを考えるようにしてください。そしてですね、あなたもですね、その人のために何かできないか、応援することができないかということを考えてみてください。はい、では最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。